真相トゥルース・ビー・イ・トールドは2019年から配信されているアメリカ合衆国のテレビドラマシリーズ。殺人容疑で終身刑となった男の冤罪に気づいたジャーナリストを描く。キャスリーン・バーバーの小説、R.U. Sleeping を原作に、ニシェル・トランブル・スペルマンがショーランナーを務め、オクタビア・スペンサー、アーロン・ポールらが主演した。2019年12月6日から、 アップル TV オリジナル作品として全世界に配信された。本作は第2シーズンへの更新が決定している。ポピーパーネルは犯罪ポッドキャストを運営する有名なジャーナリスト。彼女が報じた殺人事件で当時16歳の少年ウォーレン警部は終身刑となっていた。19年後、ウォーレンに冤罪の可能性が浮上し、ポピーは再調査に乗り出す。 真相をトゥルース・ビー・イ・トールドのキャスト。上段左からオクタビア・スペンサー、アーロン・ポール、リジー・キャプラン、エリザベス・パーキンス、マイケル・ビーチ、メキ、ファイファー、トレーシー・トムズ、ロンセファス・ジョーンズ。2018年1月3日、アップルはキャスリーン・バーバーの小説、R.U. Sleeping を原作としたテレビシリーズを開発中であると発表した。 第一シーズンは批評集積サイトのテ点トマト図に28件のレビューがあり、批評価支持率は32%、平均点は10点満点で5.72点となっている。また、メトクリティックには14件のレビューがあり、過重平均値は46、100となっている。ありがとうございます。